フィギュアスケート選手の浅田真央と姉でタレントの浅田舞さんは以前は仲が悪いのではと噂になったことがあった。テレビ出演が多かった姉の舞が妹の真央に対して厳しい発言があったりと注目されることが多かった。今季のスケート競技も終わり、テレビで共演したりアイスショーに共に出演するなど仲の良い様子が伝えられていた。しかしこの2人の実際の姉妹関係は幼い頃からは喧嘩が絶えない状態であったことが分かった。それは浅田真央舞が出演した関西テレビマルコポロリで浅田家の家訓の秘密を明かしたからだった。今では一緒にいる時は真央が舞の腕を組み指と指を絡ませる恋人つなぎで歩くという仲良しぶりだが、小さな頃は仲良くなく競争して喧嘩ばかりしていたと振り返った。だが11年12月に創生した母雅子さん享年48が喧嘩のたびに仲裁に入り、スケート対決を2人に申し渡したという。真央は喧嘩してもお母さんがリンクで試合で勝負しなさいってと浅田家のルールを思い出し目を細めた。舞も何でも競争、決着はスケート対決でしたと幼い頃からトップスケーターとして活躍していた2人らしいエピソードを明かした。フィギュアスケート界では浅田真央浅田舞も共にスケーターとして活躍していた時期があった。この2人が愛知県出身であることは知られているが、他にも多くのフィギュアスケート選手が誕生している。安藤美姫、鈴木亜希子、村上佳菜子、山田真知子、伊藤みどり、本田芳恵、中野ゆかりと彼女たちは全員愛知県出身のフィギュアスケート選手である。愛知県には著名な指導者と多くのアイススケートリンクがあり、これだけ有名な選手を生み出している。これからも浅田家の家訓のような教育方針で浅田真央浅田舞姉妹のようなスケーターが誕生し、日本の代表選手として活躍してくれるかもしれない。これからも浅田真央の進化は止まらない。リンク上で最高の真央スマイルを見られることを願って応援し続けたいものだ。